ピカチュウ、ライチュウの次は、サンド、サンドパン。サンドは結構見た目が可愛らしかったので好きではあったんですけど、やっぱりステータスとタイプがあまり良くなかったのでパーティーには入れませんでしたね。なんかアルマジロみたいな感じでしたよね。あれ、受精して何十日か経った後の肺みたいな感じですかね。いやー、これはサンドって伝わりませんよね。サンドって何の特徴があったかな。もうちょっと細いペンで模様つけましょうか。あれ、全然細くなかった。あれ、ちょっとペン間違えましたね、これ。模様入ってましたよね、こんな感じの。うわ、これすごい見にくいですね。いや、なんだこれ。全身を紐で縛られたかわいそうな動物ですかね。まあ、とりあえずサンド。全く特徴はつかめていません。好きではあって、何度か育てたことはあるんですけど、やはりあまり戦闘で役に立たなかったっていう記憶がありますね。切り裂くを覚えるポケモンは全体的に好きなんですけどね。進化系のサンドパン。あら、絶対これは違うな。なんだこれ。大失敗ですね。気持ち悪。うわ、サンドパンではないですね。手先は結構鋭いのかな。似てない。ちょっとこのサンドパンと目があってすごいムカつきます。続いてニドラン、メス、ニドリーナ、ニドクイーン。ニドラン、メスはどんなんだったかな。ニドラン、メスもあんまり育てたことないんですよね。毒タイプなんでやっぱりあんまり好きじゃないんですよね。うわ、なにこれ。小学生が描く犬みたいなものになりました。まあ特に思い入れはないのでこれでいいと思います。ニドラン、メス。ポケモンの中では珍しく記号が使われているんでしたね、そういえば。ポケモンのニックネームを決めるときにメスとかオスとかの記号が使えなかったので、一度名前を変えると元に戻せないっていう苦労がありました。覚えてないんですよね、見た目を。ちょっとずっしりしてましたよね。顔はどんなんだったかな。顔は何これ。バクみたいな感じですかね、これ。怖い。なんだこれ。似てなさすぎる。ニドリーナ。ニドリーノがオスでしたね。ニドクイーン、ニドクイーン、ニドクイーン、どんなんだったかな。うわ、かわいい。顔がかわいい。ちょっとピチューみたいな顔してますね。で、なんかすごい胸みたいなのがあったんですよね。ちょっとこれ、大丈夫かな。YouTube、広告外さないでくださいね。巨乳のマシーンみたいになっちゃった。なんだこれ。胸板が厚いピカチュウのロボットみたいですね。これはニドクイーンって言っても絶対誰も信じてくれないレベルですね。ニドクイーンだったかニドクイーンでしたか、どっちでした。ニドクイーンですね。ニドランオスはちょっと耳が尖ってたかな。こんなんだったかな。うわー、なんかちょっとずつ思い出してきたぞ。うわー、でも違うの。なんだこれ。こんなキツネみたいな顔ではなかったな。なんだこの顎は。うわ、体が弱そう。耳以外は似てないね。ニドランオス。ニドランオスとかニドキングは初代ではとても強かったんですけど、個人的にはやっぱり毒タイプはあんまり好きじゃなくて、ほとんど使ったことがありませんね。ニドリーノ。ニドリーノはゲームを始めた時ゲンガーと戦っているあのキャラクターなんですけど、どんなんだったかな。うわぁ、顔がわかんないな。ちょっといかつい犬みたい。もう完全にこれ犬ですよね。ニドニーノじゃなくて、ニドリーノ。ニドキングもあんまり覚えてないんですね。こんなんだったかな。うわ、顔怖。こんなんだったっけ。極悪ピカチュウみたいな感じですね。気持ち悪いな。手がちょっと気持ち悪いですね。これまた悪魔みたい。うわ、ニドクイーンよりも胸板が厚い。足がどうなってんでしょうね、これ。うわぁ、極悪、あら、なんか、汚れがついてしまいました。プロレスのヒールみたいな感じですね、これ。見た目からして明らかに悪人ですけど、特に手が気持ち悪い。ニドキングらしさは欠片もありませんね。ニドキングもデザインはとっても好きでかっこいいと思うんですけど、全く覚えてないんですね。ニドキングの次、ピッピピクシー。ピッピは描けるかな。実はポケモンのマスコットキャラクターはピカチュウじゃなくてピッピになっていたかもしれないっていうのは聞いたことありますね。ピッピはどんなんだったかな。ピッ
琵琶耳が立ってたかな。で、なんかこんなあれ、うわ、ちょっとなんか裏がありそう。あれ？ピカチュウとゼニガメが混ざったような。正直ピッピもほとんど捕まえても育てたことがないんですよね。で、ピクシーもやっぱり覚えてないな。耳は横に向いてたかな。あら、可愛らしい。羊みたいな顔になってしまうな、これは。なんかこれはこれで別のキャラとしてありえそうですよね。横にトゲみたいなのが生えてた。羽？翼？こんな羽が生えてたっけかな。あれ？ちょっとこの羽とトゲがなかったら割と可愛らしいゆるキャラでしたね。ピクシーの次はロコン、キューコン。ロコンは見た目が可愛らしくて、キューコンはとてもデザインが美しいので好きなポケモンなんですけど、やはり初代の炎タイプは弱いんですよね。なんかちょっと目の中が怖い、なんか全部同じに見える。あれ、ロコンに見えないよね。ロコンは好きだったから何回も育てたんですけど、あまり強くないのでちょっと残念ですね。キューコン、はい、とても美しい見た目をしていますね。うわ、なんだこれ、早速美しくない。なんだこれ、鹿？キリン？いや、もう鹿にしか見えないね、これ。で、キューコンっていうだけあって、尻尾が9本生えてたんでしたっけ？ 5、6、7、8。まあ、こんな感じでいいかな。尻尾の辺はなんとなく合ってるんでしょうけど、体が完全にこれ鹿ですよね。美しくてデザインが好きなポケモンだけに思い出せないのがとても悲しいです。続いて、プリン、プクリン。プリンはアニメでもよく出てたし、スマブラにも出てるので割と記憶に新しいはずなんですけど、書けるかな？目がでかくて、口はこんなに開いてなかったかな？プリンって耳があったっけ？額に何かぐるっと、毛みたいなものが生えてた気がするんですけど。あれ、まあ、似てるといえば似てるかな。こんなんでしたよね。で、手にマイクでも出しときましょうか。で、口から音符を出して歌っているということで。プクリンなんですけど、プクリンはもうちょっと縦長だった。そして、体がふっくらしていたという記憶がありますね。プクリンもほとんど育てたことがないので、あんまり覚えてないんですけど、プクリン。あれ、でもこんなんですよね。まあこれはこれでありかな。プクリン。続いてズバッとゴルバット。ズバットは洞窟でたくさん出てきてとても鬱陶しかったですね。特に超音波をたくさん放って混乱させてくるので非常に厄介でした。なのでたくさん見ているので覚えてはいますよね。確か目がなくて顔に口しかなかったような気がしますね。結構これは正確なんじゃないですかね。絵は下手なんですけど似てると思いますね。ズバット。クロバットは好きなんですけど、ズバットとゴルバットはあまりデザインが好きじゃない。洞窟で見かけても基本的に面倒くさかったので倒さずに逃げていました。でゴルバットはなんか体全体が口みたいな感じでしたね。わ、これは結構似てると思う。よく描けてますよね。ああ、これはやっぱり誰が見てもゴルバットだってわかると思います。ブルー版でしたかね。スプライトがなんかベロを出しててすごい気持ち悪かったんですよね。ゴルバット。続いては、謎の草、臭い花、ラフレシア。これも描けそうですね。謎の草は結構デザインが面白いと思って、結構子供の頃絵を描いてたので描ける気がしますね。パイナップルかパンクロッカーかって感じですけど、顔を描いたら多分いけるんじゃないですかね。あ、可愛らしい。謎の草はよだれ垂らしてましたっけ？臭い花はよだれ垂らしてましたよ。ちょっと葉っぱの枚数が多かったかもしれませんね。確か3枚ぐらいしかなかったのかな。なそう。さあ、続いて謎の草の進化系、臭い花。上に3つぐらいなんか団子みたいなのが乗ってて、体が気持ち悪かったんですよね。あ、なんだこれ。頭は似てないな。こんなんだったっけ。まあ合ってるとは思うけどね。
謎の草のデザインは好きなんですけど、臭い花にはあまり魅力を感じなかったので、これまたあまり育てたことはありませんね。だいたい炎ポケモンをパーティーに入れていたので、倒すのは楽だったんですけどね。ラフレシア、臭い花にリーフの石をあげると進化するんでしたっけ？ラフレシアはこんな感じで、上の花がとても肥大化していて、こんな感じでしたよね。花びらの角度が悪くてあまり描けそうにないんですけど、描けるかな？あら、とっても端の方にちっちゃく顔が乗ってしまいました。これは絶対バランス悪いですね。後ろに倒れますね、これ。ラフレシアも手間がかかる割にあまり強くないので、育てたことはあまりありません。次は、パラス・パラセクト。パラスは確かキノコが2個あったんですよね。カニみたいな見た目で、こんなんだったっけ。で、キノコが2つ生えてましたね。ちょっと違う。パラスもとっても弱いので、ほぼ育てたことはありません。特に草と虫の組み合わせなので、炎が4倍っていう最悪な組み合わせですよね。パラセクトのコンセプトは大好きですね。自然界でもキノコが虫を乗っ取るっていうことは実際に見られることなので、でも、まあ気持ち悪いのは気持ち悪いですよね。虫がほとんどキノコに乗っ取られて、キノコが本体になってしまっているっていう感じでしたね。下の部分はあまり似てないと思うんですけど。続いて、コンパンモルフォン。で、ここで49なんで、一回切りましょうか。コンパンの方がバタフリーに似ているので、もともとはコンパンがバタフリーに進化する予定だったのではないか。っていう説が囁かれていますね。コンパンはこんななんか毛がいっぱい生えた体に目が大きくって昆虫っぽい目をしてましたね。複眼って言うんですか、あれは。触覚が生えてってこんな感じですかね。ちょっとなんとなくファンキーな見た目ですね。虫タイプ全般が弱いのでコンパンもあまり育てたことはありませんね。モルフォン、どんな顔だったかな。こんななんか、あれ、怖いな。ちょっとこれはないな。こんなに口は長くなかったか。ん？わ、細。もうちょっとふさふさしたかな。なんか、ガみたいな気持ち悪いマークでしたっけ。あ、こんなんではなかったかな。こんなに気持ち悪い見た目ではなかったな。ちょっとサングラスをかけたファンキーな派手なガになりましたが。モルフェン？モルフォン？モルフォン？モルフォンです。いい感じのコンビですね。ということで、ここまでで一回切っておきましょう。次のエピソードは、暇があったら作ろうと思います。